今日は焼きそばを作ろうと思うんだけども、まあちょっと焼きそばっていろいろと油とか調味料とか使うから、瓦でやるのはちょっと大変かなと思って、今日は庭先でお手軽クッキングでいこう。瓦までね、材料を運ぶのがね、結構だるいんだよ。庭先キャンプでもね、十分楽しめるよ。とりあえずお湯を沸かそう。流木のストック足りればいいけどな。まあこれだけあれば足りるか。流木ストック。ああ、風強っ。ここでさ、こんだけ風強かったら、瓦でやってたら大変だったな。もっと風強いからな。これ時間かかるな。ちょっと沸くまで飛ばそう。沸いたよ。じゃまた食後のお茶分のお湯を取り分けよう。よし。で、焼きそばのさ、具にする野菜を茹でこぼす。ろくな野菜がなかったから、畑に生えてるさ、菜の花とか適当に摘んできた。サッとでいいんだよな、これも。もういいんだよ。あんまりやりすぎるとさ、ダメ。そば。いや、庭先でやると便利だよな。家の中に道具が何でもあるからさ。キノコ。おお、ちょっと失礼。麺投入。ちなみにさ、今日はまるちゃんの焼きそばのたらこ味を使ってます。やっぱり焼きそばはね、まるちゃんでしょ。いろいろ食べたけども、やっぱまるちゃんが一番うまいな。まあ結構ね、他のやつに比べて高いんだけどね、まるちゃんって。それでもやっぱりいいよね。キノコに火が通ってきた。ちょっと避けるか。焼きそばはね、やっぱ大きいフライパンでやりたいよね。アウトドア用のさ、もうちょっと一回り小さいフライパンあるじゃん。あれでやってもいいんだけど、やはりやりにくくて、野菜はポロポロこぼれるしさ、麺はこういう風に広げられないし、なんだかんだであれは不便なんだよな。どうせならこのさ、26センチの一般サイズのフライパンがいいよ。どうだろう、味見。まあこんなもんかな。あ、危ねえ。 これ安定性が問題だな。もう一回りね、大きいね、このネイチャーストーブがあるんだよ。これ S サイズなんだけどさ、M サイズってのがあるんだけどもね、Amazon には売ってなかったわ。本当はそっち欲しかったんだよね。こういうフライパンとか置くにはもうちょっと大きい方がいいんだよ。太い枝も入れられるしな。
あんまりね、この粉末のタレを全部入れるの好きじゃないんだよね。野菜が大して入ってないからさ、全部入れたらしょっぱくなっちゃうでしょ。半分ぐらい、半分ぐらいしか入れてないのが微妙にしょっぱいな。もうこれでやめとこう。よし、完成。じゃあ早速味見をしますかね。こんな感じです。しょっぱい。もっと少なくてよかったわ。野菜少ない時はね、あの粉末の粉の量にもっと注意しないと。硬さとか野菜の火の通り具合とかはいい感じのバランスでできたと思うけども、でもやっぱりちょっと味がしょっぱいな。次回の課題だね。食後のお茶、スティックコーヒー。今回のさ、庭先で焼きそば作ったのがだいぶ作り方分かったから、次回は河原でやりたいね。はい、容量がだいぶ分かったからさ。一回やるとなんとなく見えてくるような。何でもそうだけど、とりあえずはトライアンドエラーだな、何事もね。じゃあご視聴ありがとうございました。そうだ、忘れてたけどね、このフライパンちょっとした裏技をやってるんだよ。まあすすけるよね、直火でやったんだから。だけどね、ちょっと裏技を施してるから簡単にこのすすが落ちるっていう。ほら、綺麗になったんじゃない？これこんなに普通すすさ、綺麗に落ちないんだけどさ、何をしたかというと、まあ最初にさ、洗剤をねこう薄く塗ったんだよ、鍋の裏全体に。そうすることによってそれがコーティングになってさ、であとはたわしでこするだけで、水流しながらね、簡単に落ちるっていう。まあだからあんまり鍋を汚したくない人はさ、これおすすめですよ。